どうも、しゅんです。こんにちは。就活会議の竹もこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は模擬面接企画ということで、実際の就活生と面接官の方にお越しいただいたんですけども、後編は就活会議の方にあげるんですけども、前半はしゅんだいの方で模擬面接企画ということで、オンラインとオフライン同時に諸事情で行うことになっております。というわけでですね、本日面接していただく方です。簡単に自己紹介お願いします。はい。よろしくお願いします。今は株式会社ホルという会社で働いていて、採用コンサルタント、的な仕事をしているんですけれども、もともとは楽天株式会社の方で人事採用をしておりました山永と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は面接をしていただいてフィードバックもしていただけたらなと思います。はい。じゃあ就活生の方自己紹介お願いします。神奈川工科大学4回生の山本圭一と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大手門学院大学4回の近藤翔太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さんにまずお伺いしたいんですけど、今4回生ということで就活の状況をお聞きしてもいいですか？私は2021年の1月15日から就職活動を開始しまして、100社ほど説明会の方にも参加させていただいて、選考進んでいるのが今15社ほどで、1社から内定をいただいているっていう状況です。今どういう業界を目指してるんですか？ウェブ業界とか IT であったり、あとは経営コンサルタントっていうところを見てます。紹介からよろしくお願いします。神奈川工科大学から参りました山本圭一と申します。情報学部情報工学科に所属をしておりまして、情報通信技術であったりプログラミングっていうところを学習してまいりました。実は私高校時代は英語科っていうコースに所属をしていて、大学進学を機に離転したっていうような経歴を持っております。現在は野球部に所属をしているんですけども、12、3年間続けているっていうところで、物心ついた頃からずっとやってきました。昨年コロナっていう状況で部活が停止してしまったっていうところがあったので、オンラインでの野球の指導をするっていう活動も行っておりました。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんでリターンしたんですか？大学進学するってことは社会人になるってことを前提に考えて、IT に強い人材の方がいいかなっていうふうに思って、そこで離転しようと思いました。マジですか？でも今は文系就職してるってことですか？そうですね、はい。またそこでも分店というか、どんな感じなんですか？ IT ってどの業界にも必要だと思っていて、IT 業界に IT の知識持っていくっていうよりは、様々な業界に IT の知識持っていくっていう方が価値があるのかなっていうふうに思ってるので、そういった選択をしています。学生時代の間に達成したなじゃないですけど、そういうものって何かありますか？野球は本当にやりきったなって思ってます。はい。どういうやりきり感を得てるんですか？野球って正解がないスポーツだなっていうふうに思っていて、失敗すること挫折することって多かったんですけども、その中でもチームメイトと一緒にそういった試練を乗り越えてこられましたし、自分自身で怪我であったりそういったことも乗り越えることができたので、本当に学生時代は野球を頑張ることができたのかなと思ってます。この時自分の中で掲げてた目標だったりとかゴールみたいなものとか、はい、結果どうだったのか、プロセスにおいてどういうふうに山本さんが頑張ったのか、そのあたりもしストーリーが何かあれば教えてもらいます。はい。中高大というふうに目標って変わってきたと思うんですけども、高校時代は甲子園を目指してやってきました、結果は出せずに終わってしまって、まだやりきれてないなっていう思いもあったので、大学でももう一回全国大会を目指そうっていう思いで、福岡出身なんですけども、はい、福岡から神奈川まで来たっていうところです。大学の中で目標だったりとか、はい、結果どうだったのか、はい、大学では人数も多くてレベルの高いっていうところで、なかなか選手としてチームに貢献できなかったっていうところがあるんですけども、野球はチームスポーツなので、たとえ試合に出なくても試合に出る選手をサポートすることでチームに貢献することができますし、誰でも組織に貢献できるっていうことは学びました。山本さんだったからこそできたこととか、はい、山本さんが工夫されたことありますか？利他の精神がすごく大事だなっていうふうに思っていて、自分が自分がってなってしまうと、試合に出ないのにもかかわらず誰よりも練習しちゃうと、試合に出る人の練習時間を奪っちゃうっていうところで、チームが勝つことを優先的に考えて、自分はその時間はサポートをしようっていうふうに考えて、チームに貢献してたのかなと思ってます。なるほど。就職活動の話に移ればと思うんですけど、はい、どういう軸でとか、なんで今そういう業界を見てるんですか？軸としては成長産業に身を置くことは大事なのかなっていうふうに思っていて、ずっと野球をしてきたので、例えば守備を強化しようってなった時にバッティングばっかり練習しちゃうと、どうしても需要と供給がマッチしないっていうところで、社会の需要があるところに行くことで自分自身の活躍する場っていうのを広げられるのかなと思ってます。それが IT と経営コンサルかな、はい、みたいな感じで、はい、そうです。なんでその2つがそうだなと思ったんですか？
将来的にはドリームクリエイターになりたいなっていうふうに思っていて、人とか企業っていうのは何かしら目標であったり成し遂げたいことがあるっていうふうに思っていて、その夢を形作る人になりたいなっていうふうに思っていて、そこに近づけるのは何かなっていうふうに考えた時に経営コンサルであったりそういう業界なのかなと思ってます。どっちが一番強いんですか？今はウェブがやっぱり強いのかなっていうふうに思ってるので、そこを軸にして自分の理想に近づけていけたらいいなと思ってます。ウェブの中でもどういうのかって決まってるんですかね？ウェブで集客をしたり、ウェブで広告配信したり、そういった業務がいいのかなと思ってます。そのドリームクリエイターになるっていうところと、ウェブ広告をやるっていうところとの接続というか、どういうふうに歩んでいこうかみたいなのが見えてます？まず自分自身がウェブ広告で結果を出さないといけないなっていうふうに思っていて、思いがあると思うんですけど、その思いっていうのを発信をしていって、お金に変えていかないと挑戦っていうのは続かないっていうふうに思っているので、発信力であったり広くつけれる能力を身につけることによって、その挑戦が続けられるようにしたいなと思ってます。ドリームクリエイターっていうのを1社目で成し遂げられるものなのか、はい、どういうふうにキャリア考えてますか？御社では幅広く事業展開されているっていうふうに思っているので、多様な価値観っていうのを吸収することでまた見えてくる世界があるのかなっていうふうに思っているので、何年後にどうしたいっていうのはないんですけども、働いていく中で感じたことっていうのがあると思うので、それを活かして進んでいきたいなと思ってます。なんでドリームクリエイターやりたくて、それのためになんでこの会社で働いて、そのために今まで頑張ってきたことはこうで、はい、多分そういうストーリーがあると思うんですけど、はい、話せるものありますか？社会人になって与える人と与えられる人に分かれるのかなっていうふうに思っていて、私はずっと価値を与え続けている人が成功者っていう風に言われているなっていう風に感じているので、私も与える側にいたいなと思ってます。面接が終わったということで、どうでした？竹本さんも聞いてて、面接官の人が何を聞きたいかっていうのが客観的に見てるとすごい分かるし、学生が伝えたい思いがあるっていうのもすごい伝わってくるのが熱いなと思いました。では今の山本さんの面接、採用か不採用か忖度なしでお願いします。でん、おお、おめでとうございます。ありがとうございます。まずは受け答えしっかりすごいしてて、自分のキャリアについても考えてるんだろうなと、過去に振り返りもできてるし、未来でやりたいようなこととかも言って持ってらっしゃると、それを伝えようという意思だったりとかはすごく感じたので、一次面接水準で言うともう全然丸いって感じかな。おお、一つはまずストーリーがあるかどうかっていうことですね。自分が目指している姿に対して今の現状とそこのギャップっていうのが何で、それを埋めるために仕事っていうものがあるのか、自分の活動時間を投資するわけじゃないですか、はい、それを何に投資しようかっていうのを決めていくっていうのがあると思うんですけど、そこがまだちょっと乖離がある。ストーリー自体はあったんだけど、そこの具体性がちょっと弱いかなっていうのが一つ目です。二つ目が質問に対して的確な答えが返ってくるか。一番欲しかったけど返ってこなかったのは、目標が何でそれに対して達成度がどのくらいで、それで自分がどういうプロセスを歩んだのかっていう質問をしたと思うんですけど、その時にまず目標はこれです、達成度はどうでした、 100% でしたなのか 150% でしたなのか、達成できたと思います、できませんでしたまあでもいいんですけど、目標を達成できたのかどうかっていうのは分かんなかったんです。三つ目はコミュニケーションの奥にある思考の深さみたいなところ、はい、このあたりはもっと欲しかったかなっていうところはありました。緊張すると絶対に瞬発的なコミュニケーションしてしまうんですよ。それで解決しうる問題も多々あるんですけど、そうじゃない問題の方が結構世の中的に多くて、特に例えば経営コンサルとかを考えるのであれば、経営コンサルタントが一言発言したそれが結果クライアントが行動するっていう何かになるっていう可能性あるんですよ、はい、それをやった時の責任ってめっちゃ重いので、バッてコミュニケーションするだけではなくて一瞬グッと飲み込む。多分山本さんだったら5秒持つだけでも違う答えが出てくるんだろうなと思います、はい、なんでストーリーと質問に対してちゃんと適切に答えてるかと、はい、そこにあるこう資料深さ、この3つの観点で言うとこっち。でも一次面接とかの場合だと、これを総合的に見るっていうよりかは、これの中でのコミュニケーション力だとか前提ラインがちゃんと整ってるかどうか、ストーリーも言ってありそう、コミュニケーション力もまあありそう、質問に的確に答えてなかったかもしれないけどこの2つあるし、うん、みたいな感じになると思います。なるほど。大事なのが面接官も人なので、面接官とコミュニケーションしてるというか、山永とコミュニケーションしてるみたいにしてほしいですよね。面接官 A、 面接官 B、 面接官 C と多分今まで面接をしてきて自分が喋ってるっていう感じになると思うんですけど、この瞬間のこの場は私とあなたっていう話なので、慣れたコミュニケーションというよりかは本当にその人に伝わるように伝えてるかどうかからを意識するといいのかなと思います。もったいないのは最初と最後はめっちゃ目合うんだけど、はいはい、話の途中が目どっか飛んでっちゃう、
面接官を超見てる、ね、緊張してんだなとか伝わっちゃうから、はい、今のもどういう言葉言おうかなみたいな、はい、考えながら喋ってる感がすぐ出る、はい、今回のケースだと就活生の人たちがこれを聞いてるんだなっていうのを分かった時に、はい、その人たちに向けて喋ってる感覚にしないと自分と喋ってる感じになっちゃう。少なくとも絶対にリスナーがいるんだという前提で喋る、それがいいと思います。ありがとうございます。最後に山本さんの方から感想の方をお願いします、はいはい、私もフィードバックいただいたように止まるのが怖くてまず口に出しちゃう、その後に構成しようみたいな感じになっちゃったところがあったので一回落ち着くっていうところは大事かなっていうのと結論を先に言うっていうのは絶対大事なのでそこは意識したいなと思います、うん、ということで山本くんの就職活動がうまくいくことを願ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。YouTube を作ってみたいなっていうのはあったんでやり始めました。映像に興味を持ったのは何でだったんですか？特に理由はないんですけども、自己紹介はすごいもったいないなと思いました。父を超える人間になりたいと思ってます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。